サイクリン依存性キナーゼ6は、人では CDK6 遺伝子にコードされる酵素である。この遺伝子によってコードされる、タンパク質は、サイクリン依存性キナーゼファミリーのメンバーであり、サイクリンやサイクリン依存性キナーゼ阻害因子によって調節される。CDK ファミリーのメンバーは、質が酵母、サッカロミセスセラビカの CDC28、分裂酵母、 スキゾサッカロミセスポンベンの CDC2 の遺伝子産物と高度に類似している。CDK6 はサイクリン、CDK 複合体の触媒サブユニットとして機能し、細胞周期の G1 期並びに G1、S 期の移行に重要である。サイクリン D はキナーゼの活性化を行うサブユニットである。このキナーゼの活性は G1 期に最初に出現し、D 型サイクリンなどの調節サブユニットや、 インク4ファミリーの CDK 阻害因子によって制御される。このキナーゼは CDK4 と同様に癌抑制因子である RB タンパク質をリン酸化して調節するため癌の発生に重要なタンパク質となっている。CDK6 は CDK ファミリーの中でも特に CDK4 と類似している。CDK ファミリーは真核生物に保存されているが CDK4。CD 6は、抗生動物のみで保存されている。人の CDK6 遺伝子は7番染色体に一致している。遺伝子は23万1706塩基体にわたり、326アミノ酸からなるタンパク質を高度している。この遺伝子の発現の変化は、複数種の癌で観察されている。このタンパク質には、ATP 結合ポケット、阻害、または活性化リン酸化部位、 プステア様サイクリン結合ドメイン、活性化 T ループモチーフが存在する。サイクリンがプステアヘリックスに結合すると CDK6 タンパク質のコンフォメーションが変化してリン酸化モチーフが露出する。CDK6 は細胞質にも核にも存在するが、活性型の複合体は増殖中の細胞の核に存在している。1994年に マシウマイアーソンとエドハーローは CDK4 と極めて類似した遺伝子の産物について研究を行った。このプルスウチレと名付けられていた遺伝子から翻訳されるタンパク質は CDK4 と同じくサイクリン D1、D2、D3 と相互作用したが CDK4 とは別物であった。その後、このタンパク質は CDK6 へと解明された。 哺乳類細胞では CDK6 は G1 期の初期にサイクリン D1、D2、D3 との相互作用を介して細胞周期の進行を活性化する。この酵素によって遺伝子発現には多くの変化が生じる。サイクリン D と複合体を形成した後 CDK6 は RB タンパク質をリン酸化する。このリン酸化の後 RB タンパク質は結合パートナーの 転写活性化因子 E2 回を帰離し、帰離した E2 回は DNA 複製に関与する遺伝子群を活性化する。CDK6 複合体は分裂促進因子や成長因子といった外部シグナルに依存した G1 期の初期からその後の非依存的な段階への切り替えのポイントの保証を行っている。CDK6 は G1 期から S 期への移行の制御に重要である。 しかし近年、すべての細胞種の増殖に CDK6 の存在が必要不可欠なわけではないという証拠が得られている。CDK6 の役割の重要性は細胞種によって異なる可能性があり、CDK4 や CDK2 がその役割を保障して機能している可能性がある。CDK6 のノックアウトマウスでは増血機能不全となるが他の組織は正常に発生する。 このことは、血液の構成要素の発生においては、CDK6 に、さらなる役割が存在していることを示唆している。CDK6 には、キナーゼ活性と関係のない他の機能も存在する。例えば、CDK6 は T 細胞の分化に関与しており、分化の阻害因子として機能する。CDK6 と CDK4 にはントのアミノ酸同一性があるが、この役割は、 CDK6 に特有のものである。また、CDK6 は他の細胞系譜の発生にも重要であることが判明している。CDK6 はアストロサイトの形態変化や他の幹細胞の発生にも関与している。CDK6 には CDK4 とは異なる重要な役割が存在し、P53 や P130 といったアポトーシスに関与する。 タンパク質の蓄積に関与している。この蓄積はアポトーシス促進経路を活性化し DNA 損傷が存在する細胞が分裂を開始することを防いでいる。CDK6 は細胞の代謝制御にも関与している。CDK6 と CDK4 の阻害によってペントオスリン酸経路の酸化過程と非酸化過程との間のバランスが失われる。また、 CDK6 と CDK4 が過剰発現しているがん細胞ではこの経路に変化が生じていることが知られている。CDK4 と CDK6 の過剰発現はがん細胞に細胞の代謝異常という新たな特性を付与する。CDK6 は中心体と結合し神経細胞の分裂と細胞周期を制御している。これらの発生系譜で CDK6 に変異が生じている場合、中心体の適切な分配が行われず、染色体の数的異常などが生じ、原発性小頭症などの健康問題が生じる。CDK6 は、主にサイクリン D1、D2、D3 との結合によって、まさに調節されている。これらの D 型サイクリンが存在しないときには、CDK は活性型でなく、 RB などの機質をリン酸化することはない。CDK6 の活性化にはさらに177番のスレオニン残期のリン酸化が必要であり、このリン酸化は CDK 活性化キナーゼによって行われる。さらに CDK6 はカポジニクシ関連ヘルペスウイルスによってもリン酸化されて活性化され、CDK6 の過剰な活性化と制御を受けない細胞増殖が促進される。 c d k 六は CDK 阻害因子との結合によって負に調節される。p 二十一、p 二十七といった CIP、キップファミリーのメンバーはサイクリン CDK 複合体に対して採用し、触媒ドメインに結合して阻害を行う。p 十五、p 十六、p 十八、p 十九といったインク四ファミリーのメンバーは c d k 六単量体に結合し、 サイクリンとの複合体の形成を阻害する。CDK6 は細胞増殖を活性化するプロテインキナーゼであり、細胞周期の進行の制限の重要なポイントに関与している。そのため、CDK6 や他の G1 期調節因子は、主要の80-90%以上でバランスが失われていることが知られている。子宮系ん細胞では、CDK6 の機能には、 p16 阻外因子を介した間接的な変化が起こっていることが示されている。また、cdk6 は薬剤耐性を示す主要で過剰発現しており、悪性神経にかわしは cdk6 の過剰発現変異が存在する場合、テモゾロミドを用いた化学療法に対する抵抗性を示す。同様に cdk6 の過剰発現は、 乳がんでの抗エストロゲン薬フルベストラントを用いたホルモン療法に対する抵抗性とも関係している。正常な細胞周期調節の創出は癌の様々な特性が生じる第一段階である。CDK6 の変化は細胞のエネルギー調節以上、増殖シグナルの維持、成長抑制因子の回避、血管申請の誘導といった癌の特性に対し直接的、 間接的に影響を与える。例えば、リンパ系腫瘍においては、CDK6 の調節異常は、血管申請を増大させ、重要な役割を果たすことが示されている。CDK6 は、染色体の変化や、エピジェネティックな調節の異常によって、アップレギュレーションが起こっている。さらに、CDK6 は、ゲノムの不安定性や癌抑制遺伝子のダウンレギュレーションによって変化している。 可能性もあり、これらも癌の特性である。随芽種は小児の脳腫瘍の最も一般的な要因である。これらの癌の約1、3では CDK6 のアップレギュレーションが見られ、この疾患の予後の悪さの指標となる。CDK6 の変化が生じることが一般的なため、これらの細胞系不得意的に CDK6 をダウンレギュレーションする方法が模索されている。 インビトロの条件では、ミア -124 が、追賀種とニカワ賀種の細胞で癌の進行を制御する。さらにラットモデルにおいても、ミア -124 によって、主要異種移植片の成長が減少することが、示されている。CDK6 や CDK4 を直接標的とした、癌治療は、注意を要するが、それはこれらの酵素が正常細胞でも、同様に、 細胞周期に重要な役割を果たしているためである。さらに、これらのタンパク質を標的とした低分子は薬剤体制を強化させる可能性がある。CDK6 を制御する間接的な機構として CDK6 に高い神話性で結合するが、キナアッツェ活性を誘導しない変異型サイクリン d を利用する方法がある。 この機構の研究は、ラットの乳腺細胞の使用形成に関して行われているが、人の患者での臨床的効果は確認されていない。CDK6 は、次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。